はい、はい、今日はですね、中平浩監督の作品について、はい、佐藤さんに語っていただきたいと思います。はい、まあ中平浩監督についてはこの動画でも何度かね、お話しさせていただきます。はい、今度あのシネマベーラでもね、あの特集上映があるということで、あのディグ&パッドレーベル、ディメンションってとこから出てる日活さんの映画だけども、実は今日活から発売ではなくて、そのディメンション、ディグ&パッドレーベルから、去年から今年にかけて中平作品をずっとこう出し続けて、僕は中にライナーノーツが入っているよりも、やっぱりデジタルライナーノーツってことで、これから買う人、買った人、配信で見た人も含めてだけど、ということで、実はこの作品の解説を毎月、公式ホームページにアップさせていただいているんですけども、まあその中でね、今ね、最近出た中で言うとね、この現代悪党人気っていうね、二谷秀明さんと、シード・ジョーさん、六でなしコンビね、六でなしコンビが、出た、これはやっぱり、なんつうの、詐欺師じゃなくて、沢氏の物語で、詐欺師っていうのはお金をそのまま騙し人から騙し人だけど、沢氏っていうのは美味しい話を作って、その人が、それに出資するということである種の満足感があるから、そのお金取りっぱぐれても自分の不明の致すとこだっていうことで、まあ、犯罪にはならないみたいなスレスレのことを、このシード・ジョーさんがやってるわけですよ。で、これが面白いのは、東京オリンピックの後の大阪を舞台にして、ディープ大阪でロケーションしているので、僕ら、まあ、東京生まれの東京育ちからすると、非常にこのね、関西弁と、それから、ロケーションがもう、ものすごく生々しいっていうか、もう本当に当時の大阪の状況がよくわかる。万博に至るまでのっていうのは、喜劇があって、これもおすすめなんですけど、なんといってもね、このね、地図のない街というね、これがね、実はね、隠れた傑作で、主演は早間良司さん、南田陽子さん、宇野重吉さんなんですよ。で、これはね、実は、妹さん、早間良司さんがお医者さんで、川崎の方のその貧しいエリアのお医者さんで、妹の吉木和子さんが町のヤクザに乱暴されてしまって結婚前の梅野康清さんの市役所に勤めている青年と結婚前だけどそれで結婚はできなくて婚約が破棄されちゃうっていうようなところの物語が始まって悪いその奴らがのさばっている町でその悪のボスが実は地元の政治家で、すべてを牛耳っている滝沢治さん。その悪いボスを、その宇野重吉さんとこの早間良司さんが、その善意の人々のために立ち上がって戦っていく。どっちかというと偶話みたいな、おとぎ話みたいな物語設定なんですけど、これ実はね、石原裕次郎さん主演で企画された映画なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ところが、裕次郎さんの全盛期、に、こういう社会派のものはゆうちゃんに合わないんじゃないかって日活が判断して、中平浩監督ってゆうじろうさんの、主演デビュー作の狂った果実はじめ、ずっとゆうじろうさんのヒット作を作ってるわけでしょ？紅の翼だとか、明日晴れるかとか、あいつと私といったね。そこで企画したものなのに、ゆうちゃんじゃなくて葉山さんだ。で、しかもモノクロ作品だよ。じゃあトーンダウンしちゃうかっていうと、そうじゃなくて面白くて。しかもこれ、裕次郎さんが実は出てくるんですよ。これ、裕次郎フィルムグラフィーに入ってないですけど、出てくる。どういうとこかっていうと、この滝沢治のボスが、この、南田陽子さんがね、二号さんになってるわけですよ。滝沢治さん。それは、早間良司さんの幼馴染みで、恋人だった。だけど、その、彼女が、ボスの上夫になってて、二号さん構えてて、そこで滝沢治さんがいつ来るか、それを襲撃しようと思うクライマックス。その滝沢治さんが囲っている、その二号さんの家が、よく見えるのはちょうど映画館。映画館の2階からこう見えるわけ。で、毎日その映画館に行くわけ、この早まりは。
その映画館で何を上映してるか、僕は映画見ると、その映画館の看板で何上映してるかとか見るの好きなのね。ポスターとか。するとね、まあ、西部劇を上映してる。だけど、その、ロビーの2階ロビーからずっとこう、なんていうかな、こう、見張ってると、後ろで聞こえてくるのが、裕次郎さんの声がする。ああ。で、それ何かっていうと、あの、狂った果実のクライマックスなんですよ。裕次郎さん、北原美恵さん、津川雅彦さんの声が聞こえる映画。ああ。だから、やっぱり、中井楽光監督は、裕次郎さん主演で撮りたかった。その思いが、自分の、まあ、最高の自信作の狂った果実の上映の映画館をうまく使って、はあ、これがやっぱりフランスアトリ法的な、この中井楽光イズムでね。そこをポイントとして、まあ、本編には関係あるかないかとは、あれだけど、すごくね、面白い映画、これは。それから、この現代っ子。これがね、あの、おすすめなのは、この現代っ子っていうのが、あの、ちょうど、昭和38年に、あの、日本テレビで、昭和38年4月に始まった、ドラマで、企画脚本が倉本聡先生。倉本聡さんが企画脚本で、そのお父さんが亡くなっちゃ、警察官のお父さんが殉職しちゃって、それでもう、あの、明日から収入がなくなっちゃうお母さん、加原夏子さんのお母さん、テレビではね、で、映画では菅井欽さんなんですが、それで、長男鈴木康さん、次男の市川義雄さん、そして、長女の、中山千夏さん。この三人の高校生と中学生が力合わせ土台に、その生き抜いていく姿を描くっていう現代っ子の、まあ、社会派のドラマ。これが大人気になって、すぐに日活で映画を作るわけです。その番組放送中に。それを倉本、あの、中平光監督が撮るんだけど、だから脚本倉本聡さん。で、監督中平光で、すごいコンビが撮るん。これがものすごい喜劇として面白い。ああ。これは東京映画としても本当越前堀が出てきたり、その佃の私ね、あの、佃大橋ができる前に、あの、隅田川に、あの、渡船があった、佃大橋があった頃の描写がよくわかるし、なんといっても、これ日活映画でね、渥美清さんって日活映画に意外なこと2本しか出てないんですよ。うちの一本がこれ。ああ。で、しかもノンクレジットのカメオ出演で、あの、鈴木康史さんって、高校生の時に、こちら鈴木康史さんは、あの、渥美清さんの付き人をやってたんですよ。ああ。で、渥美さんすごいよね。その高校生の男の子で、バンドボーイ志望の、あの、バンドマンっていうか音楽やりたい鈴木康史さんが、付き人になりたいですって、それこそ夢で会いましょうの、楽屋とか NHK 来て頼んだらいいよって言って付き人にしてたと。で、彼の主演デビュー作だから映画としては、渥美さんがね、カメオ出演してるんですよ。日本テレビで、この鈴木康史さんが、じゃあお前男前だからなんかテレビタレントになったらって友達無責任に言われて、ね、もう稼がなきゃいけないから、日本テレビに行くわけですよ、オーディションっていうか受けに。それでたまたまロビーというか、その外の、なんオープンエアのとこで待ってると、こう、渥美清さんが歩いてくるわけです。渥美清さんが歩いてきて、こう、鈴木康史さんに、よって手を挙げるから、立ち上がって挨拶する。なんで自分のこと知ってんのかなって顔して。そうすると、後ろに水野江滝子さん、この映画のプロデューサーでまり、かつての SKD のスターで、水野江さんが立っていて、渥美さんは水野江さん、やって、ギャラの交渉の話をするっていうシーンが。これがね、やっぱ、嬉しいんですよ。そういうことは、あの、本人役ってことなんですか？もう、渥美清さん。そう。だから、当時、渥美清さんが人気タレントで売れっ子だった渥美さんが、どんな感じ、サングラスかけて、いや、もう僕最近懐がね、厳しくて、みたいなこと、まあ、アドリブなんですけど、やって。で、水野妙子さんが、いや、それは私にギャラの方をお任せください、みたいなね。当時のね、タレント。映画プロデューサーとタレントがテレビ局で打ち合わせをするというビジュアルがあったりね。で、この現代っ子はね、なかなか面白い映画ですので、で、これはね、今、僕はやっぱりすごい嬉しいのは、一括でたくさん DVD、これまでも、あの、出てきましたけど、時代が変わってソフトパッケージというのは、販売するショップも今ないし、実はレコード屋さんとか、
本屋さんとか DVD を売るコーナーがほとんどないし。でもそうですよね。まあレンタル屋自体がどんどん減ってますからね。それで、大手の、蔦屋さんとか、業とか、みんな、配信とかに変わっちゃって。そうですね。映画は見れるけれども、全部配信レンタルになってきてる中で、やっぱりソフトパッケージだってことで、このディメンションという会社は、月に1タイトルだけど、日活映画をずっと出し続けてるんです。で、そのセレクションの視点が、まあ、古賀さんっていう方が、担当でやられてますけど、本当にね、いいセレクションなんですよ。この、だから、中平子シリーズ、これからまた、もう何枚か出るんですよ。小林明さん主演の、野郎に国境はないっていうね、なんか、007部分なんか作られたスパイアクションとか、これから、あと、やはり石原裕次郎さん主演で企画された中平子作品だけど、裕次郎さんじゃなくて浜田光雄さんが主演した、俺の背中に日が当たるという、ね、日活アクションと吉永小百合さん青春映画を合体させた作品とか出ますし、その後も、七人の刑事、終着駅の女というね、もう最高傑作があるんです。なんか当時、お蔵入りになって公開がかなり、後になった作品があって、これはもう犯罪映画としては傑作がある。で、それから松尾明則監督の人間街というね、これ特捜最前線のね、僕はベースになったというね、長門裕之さん主演のすげえ刑事物があるんですけど、それもね、この8月に出るんだけど、まあそういうことを出し続けてるメーカーがあるってこと。だから、どれをチョイスするかはもう映画ファンとか僕らの楽しさなんだけども、でも、ソフトパッケージが今、なかなか不毛の時代で、大手も手を出さなくなり、定期的なリリースが、メジャーの邦画各社も、少しずつだけ鈍くなる。東宝さんは頑張ってね、それでも、成瀬みきお監督や川島悦雄監督や、今度鈴木秀夫監督の作品を出されたり、ようやくガンヘッドがブルーレイになるとかね、そういうその、大変な中でのパッケージも、皆さん努力されていますけど、こういう、いわゆる小さなレーベルだけども続けられてるってことはすごい大事なので、ぜひね、応援していただいて、僕はこのディグ&パッドレーベルのディメンショナルのサイトの中平工作員の解説は全部、文字数自由で書いてる。3000字とか3500字とか、やたら長い、解説を書いてますので、合わせてご覧いただければということでね、ぜひ。ね、この砂の上の植物群、良人日記から始まった中平子作品シリーズが続々リリースしているということで、もちろん名画で見る楽しさ、それからこうやって自宅で楽しむ楽しさ、配信で見る喜びもあるけど、所有をする喜びが僕らにもあるということでね、ソフトパッケージもまだまだ頑張ってるメーカーもあるということで、今日は。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。